どうもです。今日はですね、素潜り漁で1日いくら稼げるのかという、こちらの企画をね、やっていこうかなと思っております。素潜り漁はですね、昼も夜も潜れるんで、物理的にはよ、0時から23時59分まで24時間でチャレンジすることもできはするんですけども、僕耳が悪くてね、タイムリミット4時間でね、昼間頑張ってこようかなと思います。はい、それでは早速、海に行ってきます。今日はですね、素潜り漁になるんですけども、もう最近ね、夜ばっかり潜りに行ってて、昼間はね、結構久しぶりだったんで、最初の方ね、結構悲惨な月どころになってるんですけど、温かい目で見ていただけたらなといったところで、今はですね、コクハーラっていう魚が岩の下に入っていくところが見えたんで、それをね、見に行ってるところですね。いました。で、右側に銀亀アジがいて、うわ、どっちつこうってね、迷ったんですけど、コクハーラを狙っていきます。ヒット。で、今回はね、ちょっとね、いつもより深くて、水深18とかかな。僕が上げてる動画はね、結構水深10メーターぐらいが多いんで、いつもよりね、海面がね、遠いですよ。ちなみにね、深いところに行けば行くほど、水圧で、肺の空気とかがね、圧縮されて、僕自身の浮力がね、どんどん小さくなっていくんで、結構ね、海水って浮くイメージあると思うんですけど、ある程度以上ね、深くまで潜ると、もうどんどんね、沈んでいくんですよ。上がるのがね、結構ね、大変なんですよね。さて、ようやく浮上ですね。で、こちらがコクハーラですね。で、脳天締めをしていきます。で、締めてから時間経つと、こんな感じで綺麗なね、赤色になるんですよ。ちなみに、こんな感じで付きどころ悪くて、売れるのかって思う人もね、結構いると思うんですけど、やっぱりね、頭ついたものよりは安くなるんですけども、普通にね、売れます。さて、次はですね、南洋ブダイが泳いでるのが見えたんで、潜っていきます。ここはね、水深6、7メーターぐらいですね。南洋ブダイはね、結構浅いところにね、多くいますね。海底で近づいてくるのを待って、ヒット。いやー、これもね、なかなかつきどころが悪いですね。で、南洋ブダイはね、大きいやつだとお腹つくとね、結構ね、大体ね、そのままちぎれていなくなるんですけど、これはね、回収できましたね。ちなみにね、ついた後にあんな感じでギューって暴れると身が裂けるんでね、こんぐらいになるとね、ほとんど売れないですね。もう普通にね、食べれはするんですけどね、やっぱり買う人たちは嫌がりますよね。はい、こちらが南洋ブダイ。大体 5.2kg ぐらいの個体でしたね。それでは2匹目。はい、それではね、どんどん潜っていきましょう。ここはですね、結構魚が多く見えたんで、とりあえず潜ってみたって感じですね。なんか時間経過に伴って、なんかだんだん濁りが入ってきて、魚がいるのはわかるんですけど、何の魚かってのはね、わかんないぐらいになってきましたね。さて、石垣鯛がこっちに近づいてきてますね。ヒットならずと。今のはですね、ゴムに緑のラインが引っかかって、飛んでいかなかったです。で、今見ました。結構大きなスジアラっていう、島で一番高級な魚が逃げていきました。うわーって思いながらね、上がって、息を整えて、もう一回潜ってみることにしました。ちなみにね、スジアラはあんな感じで脅かしてしまうと、もう一回潜ってもね、大体いないんですけど、一応っていう感じでね、潜っていってます。まずは石垣鯛がいないか見て、で、スジアラがいないか見てるんですけど、いなさそうだったんで、アジアコショウダイを狙っていきます。ヒット。はい、こちらがアジアコショウダイですね。ちょっとちっちゃめの個体ですね。さて、次はですね、遠目に大きいナヨブダイが見えたんで、海底まで潜って、待ってみることにしました。何やら旗の仲間がいたんで、ちょっとそっちをね、追っかけてみることにしました。ライトでね、照らしています。いなさそうだったんでね、とりあえず南洋ブダイを待ってみます。で、後ろ見たら、ものすごい近くにアジアコショウダイが近づいてきてたんで、もうこれをね、狙っていくことにしました。糸。もうね、やっぱアジアコショウダイはね、本当につきやすいですね。まあ、そこそこのね、いいサイズでしたね。まあ、おそらくね、脳か背骨に当たったんでね、こんな感じでもう動かなくなってますね。さて、4匹目ですね。で、次はですね、またコクハンアラが岩の下に入っていくところが見えたんで、それをまた狙っていきます。ちなみに下に見えるちょっと大きめの魚はですね、蝶々コショウダイとアジアコショウダイですね。さて、コクハンアラをね、探していきます。で、岩の下がね、結構広かったんで、うわー、ちょっとこれ探すのしんどいなと思いながらね、今探してるところですね。はい、今いましたね、皆さん。わかりましたか？コクハンアラの尻尾ですね。岩の穴にね、入っていってます。はい、下にね、抜けてきてたんで、狙いを定めて、ヒット。で、全く動いてないんですけど、これはですね、シャフトが直接脳に当たるとこんな感じになります。まあ、巷ではですね、いろんな魚の締め方の情報とかがね、出回ってたりするんですけど、まあ、僕はね、泳いでる魚の脳天にモリをいきなりぶち込むのが、最善だと思うんですけども、皆さんはね、どう思いますか？まあ、なんかね、友達も脳天にぶち込んだものと神経締めとかをね、比べたりとかもね、したらしいんですけど、やっぱりね、脳天にぶち込んだ方がね、いいって言ってましたね。はい、こちらが最高の状態のコクハンアラです。いやー、いくらつくでしょうね。ということで、まあ、3時間半ぐらい潜って、陸に戻ることにしました。はい、ということでね、上がってきました。今、ウェットスーツダサいって思ったでしょ。うん、うるさいよ。はい、ということで、まあ、大体ね、3時間半ぐらいで潜ったかな。うん、ちょっと魚見ていこうかね。これがね、南洋ブダイで、まあ、5キロぐらいの個体なんですけど、お腹ついた上に、なんかね、GT が内臓かじってて、もうぐっちゃぐちゃになってるんで、これはさすがに売れないと思う。これはね、アジアコショウダイで、これ2匹取れましたね。うん、こんな感じ。おっきいのと、ちっちゃいの。で、この2匹がコクハンアラですね。両方3キロぐらいです。で、これはね、これなんだろう、黒ハギかな。これ伊勢海老の餌です。どうせ売れないんで10円ぐらいです。これはまあ、この南洋ブダイとね、ちっちゃいアジアコショウダイ、これは島の競りに出して、他はね、沖縄の競りに出そうかなと思ってます。沖縄の競りの方がね、結構高い。 1.5 倍から2倍ぐらいするね。ということでね、いくらになるか楽しみですね。うん、南洋ブダイ戻ってきたら、こっからさばく動画。はい、それでは島の競りが終わったということで、中間結果発表やっていきます。はい、とりあえずこちら南洋ブダイ本って書いてあるんだけど、そう、誰も買わないと出品者本人が持ち帰ってくださいねっていうことで本って書いてあります。悲しい文字ですよね。南洋ブダイに関してはまあ、そりゃそう、こんな傷つけた魚さすがに売れんよ。うん、知ってた。はい、そしてアジアコショウダイね、いくらになったか。はい、戻ってきました。うん、はい、まあ、つまりですね、島の競り驚きの金額です。0円。なかなかでしょう。まあ、南洋ブダイに関しては仕方ないけど、まあ、アジアコショウダイがね、戻ってくるのはまあ、珍しいですね。ちょっとびっくりした。俺もやっぱりね、島はね、需要が少ないんで、みんなが一気に魚取ってきたりとかすると結構ね、売れ残るんですよね。まあ、逆に台風の前後とか、みんながね、あんまり海に入らない人とかに海入って魚取ったりすると、まあ、その時はね、2倍ぐらいの値段がね、ついたりするんだけどね。いやー、まあ結構ね、渋いよね。で、ちなみにね、南洋ブダイね、普通の場所つけたらだいたいこれ1匹で、まあ、2000円から3000円ぐらいかな。うん、そんぐらいですね。まあ、はい、ということで、今日はね、やっぱ売れなかったんで、さばいて友達に配ろうかなと思ってるんですけども、とりあえずね、南洋ブダイフライが美味しいんで、せっかくなんでね、フライを作っていきましょう。それでは調理していきましょう。はい、それではヒレを切っていきます。めっちゃ綺麗な南洋ブダイのヒレって絶対アクセサリーになるからね。生臭いけどめっちゃ綺麗じゃん、こんなん。よーし、オッケー。そしたらですね、すき引きしていきます。ちょっとお腹破れてるし、鱗は剥がれてるんでね、ところどころすき引き止まるとは思うんですけど、とりあえずやっていきます。包丁の切れ味がね、めっちゃ悪くはなるんですけど、すき引きでさばくのがね、一番楽ですね、正直。すごいね、しっかりくっついてんだよね、鱗が。ほら、めっちゃしっかりくっついてる。めっちゃ鱗大きいわ、やっぱり。これもね、唐揚げすると美味しいですよ。今日はね、使いません。したら反対側。これはな、ちょっとさすがに商品価値はないな。確かにぐちゃぐちゃすぎる。あの南洋部隊は最後かじっていった GT はマジで絶対に許さない。あれがなかったらまだ売れてたから。最悪だったな、あれ。みんな見せたかったな、あれ。めちゃくちゃすごいね、衝撃的だったんだよね。はい、それでは鱗が取り終わりました。まあ、この白いところがすき引きしたところで、この青っぽいところはね手で剥がしたところですね。そしたら味は胡椒鯛も鱗取っていきましょう。これはね結構取りやすい鱗なんで、まあ、すき引きでも取れるんですけど、普通にこっちの方が楽なんで鱗取り取っていきます。味は胡椒鯛もね普通に美味しい魚なんですけどね。はい、洗い流していきます。はい、そしたら2匹と鱗取り終わったんで、ここから頭を落としていきます。はい、それでは胸びれの後ろ側からこうやって包丁を入れて、反対側も入れていくと、ここら辺からですね。そうしたらここ背びれの骨がついてるんで、これをそっとやって外してあげて、で背骨はちょっと硬いんでね、この出刃で。はい、これで頭が取れました。結構大きいですね。頭はね伊勢海老の餌にします。そしたらアジアコショウダイも頭を落としていきます。いや伊勢海老ねマジで結構ねすごい量食べるんだよね。いけす入れてるとあいつら食いしん坊だよ。成長も早いんじゃないかな。だからめっちゃ食うからな。背骨ね、もうこれは柔らかいんで、ちょっとね力入れてで外していきます。まあこんな感じで引っ張ったら内臓ごと取れるんで、これで OK です。これもね伊勢海老の餌だね。そしたらですね、こうお腹をね開いていきます。でお腹開いたら、ここに浮き袋があるんで、これをね外していきます。よいしょ。で浮き袋外したら、こう血合いがあるんで、この血合いに傷を入れてささらで洗い流していきます。これ切り取るのはねマジでねかなり重要ですね。魚の身に血がつくと本当にね生臭くなって美味しくなくなっちゃうんでね。はい、そしたら南洋ブダイの方もね綺麗にしていきましょう。ちょっともうほんとぐちゃぐちゃなんだよな。すごいな、ここまでぐちゃぐちゃに取ったのは初めて。そしたら浮き袋外していきます。おお浮き袋硬い。よいしょ。はい、浮き袋外したらささらで血合いを取っていきます。オッケー。はい、それでは綺麗になったところで三枚おろしをしていきましょう。いやてかすごいなこれマジで。 GT がねだいぶ噛みついたからな。お腹刺したのはこのぐらいだったんだけど、こんなぐちゃぐちゃになるとちょっと悲しいね。まあとはいえ食べる分にはね大して問題はないんでね、まあ、傷口のところとかはねちょっと雑菌がいるんでちょっと食べれはしないんですけども、ここさえ外してしまえばね普通に食べれるんで。そしたら三枚におろしていきましょう。いきまーす。そしたら反対側もやっていきます。でこう背骨まで来たら、ちょっとね包丁を上に傾けてあげて、背骨に沿って入れていって、で背骨まで来たら逆にこう下に向けてやってあげると綺麗になるべく身が残らずいけます。でここ腹骨があるんですけど、これね硬いんでハサミでやると楽です。はい、そしたらね反対側もやっていきましょう。まず皮に切り込みを入れて、あ裏側難しいねやっぱりいつも。じゃあ反対側包丁をスーッとね入れてあげて、ちなみにこの包丁を入れる回数が少ないほどうまいって言われてます。さてマサルは多いですね、包丁入れる回数が。はい、そしたらですね3番におろし終わりました。ちょっとこっちはねやっぱりお腹の部分ね傷んでますね、刺したところ。はい、次はアジアコショウダイやっていきます。小さい魚はね結構ね簡単にさばきます。まず皮に切り込みを入れて、反対側にも入れていきます。でここスッと切り込みを入れて、でここにね腹骨が残ってるんで、これをシュッとやって取ります。はい、まあこんぐらいのサイズがね一番さばきやすいかもね。あとね骨の形とかでもね結構さばきやすさが違くて、結構平たい骨とかしてると楽ですね。楽っていうか難しくない。はい、味や胡椒だよ。まあつきどころがそんな悪くなかったんでね、結構身が綺麗ですね。はい、それでは腹骨を落としていきます。ちょっとねここついてるから少しねここだけ傷んでるよね。まあちょっと傷んではいるんですけど、なんか大丈夫そうですね。ただこっち南洋ブダイに関してはこれもう色変わっちゃってるんでちょっとダメそうですね。まあ、まだね綺麗な付き合っただったらこんな感じにならないんですけど、 GT がねガブガブここら辺ぐちゃぐちゃに噛んでいってたからね、やっぱ良くないよね。あーどうしようかな。ここは食べない方が良さそうだな。ちょっともったいないけど付き跡が結構やばいな。いやーなかなか微妙だね。とりあえず骨抜いていきましょう。なんかブダイはねほんと骨の数が少ないんで骨抜いた方が楽みたいなところありますね。しかも結構ね抜きやすいんだよね。骨もしっかりしてて、ほら結構でかくないですか骨。めっちゃ大きいよね。取れました。ここまでしか入ってないですね骨。はい、ということで骨を取り終わったんで、とりあえず傷んでるところをね外していきます。まあ、こっち側傷んでないんで大丈夫ですね。これも結構ねやばいな。人に当たるからな、適当にやって食当たりされてもよろしくないしね。こうだね、こう、そしてこうです。ここはもうねちょっとやばいね、食べない方がいいよ。中骨を取っていきます。うわなんか入ってるぞ、マジか、見て。うわ寄生虫入ってるな。なんだこの寄生虫。うわーなんだこれ、牛の糞みたいだな。バラバラにほどける。何よこれ。なんか寄生虫っていうよりは寄生虫の糞みたいな感じがするんですけど、いやーなんかね夏場のアジアコショウダイは寄生虫が入ってることが多いって聞いてはいたんですけど、初めて見ましたね。ちょっと気持ち悪いな。どこまで入ってんだろう。気持ち悪い、キモいね。まあ、とりあえず中骨を外していきましょう。まだ入ってんじゃん、いっぱい入ってるよこれ。まあ、寄生虫基本的に火通せば食べれるんですけど、ちょっとこれでかすぎだろこれ。食感が悪くなりそうなんだけど、こんだけでかいと。やばいわこれ。反対側の身にもめちゃくちゃ入ってる。気持ち悪いな。もうほら入ってるわ。どうしよう、もう身ボロボロじゃん。はい、それでは下処理がようやく終わりました。まあ正直ね別に寄生虫もね食材なんで全然食えるんですけども、やっぱりねこんだけ寄生虫入ってるとアジアコショウダイのイメージがね悪くなりそうだよね。これさ、これ別に食えるよ、食えるけどでも気持ち悪いじゃん。ちょっとなんか残念だね。で今日はですね、フライを作ろうかなと思ってたんですけども、ちょっと変えて串カツを作っていこうと思ってます。それではやっていきましょう。これさ結構川の近くにいてこっち側からだと寄生虫見えないんだけど、川入ったらすごいことになってる気がするんだよね。いきますよ、すごいことになってる気がする。ドン。あでも背骨の近くにいるんだね。こんな感じか。ドン。おこれ綺麗、いいね。アジアコショウダイめっちゃ皮張りやすい。結構ね皮がねしっかりしてる魚だね。俺が食う分には別にいいんだけど、人にあげるのに寄生虫付きはちょっとねやばいよね。やっぱここら辺だね。はい、それではね寄生虫を剥ぎ取っていきます。もうこれでいいか。マジで生き物っていうか草食動物のうんこみたい。なんかねホロホロしてるんだよね。これ生き物なのかな。本当に生き物には見えないんだけど、あんまり草食動物のうんこって言ったらなんかあんまりいい表現じゃないのかもしれないけど、めっちゃそんな感じなんだよね。これ潰すと土みたいになるんだよね。でもアジアコショウダイさすごい身綺麗だよね。せっかく綺麗なのにね寄生虫が入ってるっていう。なんかさ、やっぱりさ、同じフライでも串に刺すだけで全然さ、テンション変わるくない？だって焼き鳥もさ、普通に鶏焼いただけだったらあんなに心そそる料理じゃないのに、串に刺すだけでさ、めちゃくちゃテンション上がるじゃん。串に刺すってね、すごい大事だと思うんだよね。ちょっとでかいな。まあこんな感じでさ、普通に食べれるんだよね。やっぱりあんだけ傷ついててもね、取れてすぐとかだったら傷ついてる部分も普通にね食べれるからね。まあ競りにね出してるんで、その分時間経ってるんでね、そこはちょっと鮮度はそこまでは良くないですけどね。は、すごい量、めちゃくちゃだね。まあ、とにかくね全部切っていきます。全部カツにするんでね。やっぱりね、南洋豚ってね、めちゃくちゃうまいんですよね、普通に。こんな見た目してるけど、すごい上品な白身魚の味ですからね。はい、それでは切り終わりました。で、こっから串で刺していきます。まあ、魚は正直ね、串で刺したことないんで、うまくいくかわかんないですけど、とりあえず、やっていく。皮硬えな、マジで。どうでしょう？めっちゃ贅沢じゃないこれ。最高でしょ。はい、1個目完成。皮を刺さなくても外れないのかどうかっていうところはすごい心配だけど、外れたらその時だろうということで皮は刺さないことにしました。皮ねすごい硬くて刺さりづらいんだよね。はい、めちゃうまそうやんけ。とりあえずこっから早送りかな。ひたすら刺していきます。よし、終わった。はい、ということで串打ちが終わりました。どうだろう、30本ぐらいかな、40本ぐらいあるか。まあ、結構ねこういう作業俺好きなんだよね。でここからちょっと塩コショウを振っていきます。はい、それでは塩とコショウを振っていきます。今数えたら37本でした。まあ、塩を振るとね水分が表面に出てくるんで、それで匂い消しの意味合いもあります。塩とあとコショウね。コショウもね匂い消しになりますからね。なんか引き立ての匂いはいいわ。めちゃくちゃ香りがいい。で反対側もかけていく。よいしょ。一個ずつひっくり返していきます。もう意外となんかこうやってやってもさ崩れないもんだね。ちゃんと刺さってるわ。いい串なんだろう。100円だったけど。うわ、もうめちゃくちゃ楽しい。なんかこれ炭火で焼きたくなってきた。これでバーベキューとかしたら絶対最高でしょ。魚ってさ意外と焼肉のタレと合うんだよね。めっちゃ美味しいから、ね、焼肉のタレで。はい、そしたらまた塩と胡椒ね振っていきます。よいしょ。ソースで食べるんで、まあ、そこまで味はつけなくていいんですけどね、正直。あー、疲れてきた。この動き疲れてきた。でこれちょっと置いたらね水分が出てくるんで、まあ、2分ぐらい待っていきます。はい、それではね2分経ったんで水分拭いていきましょう。意外とねこの作業が大事なんですよね、この臭み取りね。はいで今日はですねバッター液を作っていきます。で用意するものは卵、小麦粉、牛乳ですね。とりあえずやっていきましょう。結構量多いんで卵3つぐらいかな。全部卵が割れていく。おお、3つ目は割れなかった。そして小麦粉どんぐらいだろう。こんぐらいだと思う。で牛乳、これはね水でもいいらしいです。はい、そしたら混ぜていきます。これだけでも美味しそうなんだけど、焼いたらクッキーとかになりそう。よし、いいでしょう。そしてパン粉ですね。足りるかなこれ。あー、ギリだな。はい、それでは粉をつけていきます。まずバッター液に通して、でパン粉をまぶして完成ですね。これをひたすら繰り返していきます。バッター液に通して、でパン粉にぶち込むと、ようやくね全部つけ終わりましたよ。そしたら揚げていきましょう。よいしょ。今日はね串なんで油多めでいきましょう。全部入れます。よし、そろそろいいんじゃないでしょうか。いきます。あ、いいじゃん。今日早くなかったね。やっぱまあ串だとあんまり入んないね、たくさんは。うわ、めっちゃいい感じなんだけど。うまそうだな。最高じゃんこれ。はい、ということで、完成しました。いただきます。はい、0円串カツですよ、これが。まあ、沖縄の方はね、競りのね、値段がわかるのが、ちょっと3日後とか4日後とかになるんで、いくらになってるか楽しみですね。はい、それではね、食べていきましょう。こんなん絶対うまいね。いただきます。これ南洋ぶどうですね。バチクソうめえ。ちょっとソースもかけていくわ。やっぱね、串カツって言ったらソースでしょ。ソースをかけまして、いきますよ。うまっ。やっぱね、南洋ぶどうはね、食感がめちゃくちゃいいんですよね。もうふわふわホロホロって感じ。これが0円ってね、ちょっと信じらんないよね。うわ、うまいわ。はい、そしたらですね、アジアコショウダイもね、食べています。アジアコショウダイのフライ美味しいかな、どうなんだろう。いただきます。あー、全然違うな。やっぱりこっちの方がね、やっぱすごいね、しっかりしてる身してるね。うん、結構ね、魚の風味もあるんで、味のインパクトは強めですね。うん、こうやって比べるとね、南洋ぶどうのうまさが分かるってぐらいに違う。全然アジアコショウダイも美味しいんだけどね。いやー、やっぱりね、ちょっと串カツってだけで普通のフライの3倍ぐらいうまいんだけど、これ分かるかな。全然味が違うんだよね。うまっ。はい、それではごちそうさまでした。まあ、やっぱりね、南洋ぶどううまいね。ということで、あとはね、沖縄に送ったのがね、いくらついてるかって感じなんですけど、まあ予想としてはね、5500円、そんぐらいかな。どうでしょう。はい、ということでね、ちょっと沖縄まで来ちゃいました。競りをね、それではね、見ていこうと思うんですけども、朝のね、4時59分です。はい、漁協の組合員なんで、申請すればね、中に入れるはずなんですけど、なんかね、コロナの影響でね、入れないんだって。まあだから外側からね、ちらっと見るぐらい。それではね、ちょっと見ていきましょうか。はい、こちらがね、競りの様子ですね。まあ僕が取った魚もね、探してみたんですけど、さすがにね、どこにいるか分かんなかったですね。なんかね、魚は地面に置かずにちゃんとね、発泡の中に入れてるんですね。これね、少し驚きました。で、この競りで落とされた魚が隣の市場で売ってあるんですけど、それもね、見てきました。伊勢海老、驚きのキロ1万円です。はい、高いですね。死ぬほど眠かったんで、一旦寝てもう一回来たんでね、結構ね、切り身になってました。で、これがね、筋アラです。かなりね、良心的な値段ですね。で、これはバラハタ、まあ、シガテラで有名な魚なんですけど、沖縄ね、普通に売ってますね。沖縄三大高級魚のマクブで、せっかくなんでね、このマグロの目玉とね、あとこれね、赤マンボウなんですけど、この赤マンボウのカマとハタハタ、こちらをね、買ったんですけど、これはね、次回の動画でさばいていきます。はい、それではですね、あれから数日経って、こんな感じでね、競りの結果がファックスでね、送られてきました。それでは早速発表していきましょうか。で、ちなみになんですけど、その競りの魚の重さって本当の重さから1割前後引かれた数字が書かれてるんでね、そこだけご了承ください。ちなみに競りの値段って基本的にキロいくらっていう書き方をするんで、1キロあたりの値段を言っていきます。それではいきます。黒半アラ、最初にね、お腹をついてたやつ、1キロ1500円ですね。で、重さが2キロなんで、1匹で3000円ですね。そしてもう一匹のコクハラ、頭をつけたやつなんですけども、やっぱりね、少しね、値段が上がりますよ。いきます。1キロ1780円です。いいですね。で、あっちのコクハラは 2.7 キロあったんで、あの1匹で4806円ですね。さて、次行きましょう。アジアコショウダイ、これはね、マジでみんな衝撃受けると思う。驚きの価格です。いきますよ。1キロ30円でした。安い。安すぎる。もうね、30円はね、赤字よ。島で出せばよかった。はい、ということでね、それではここら辺にこの競りの写真を出していきます。結果はこんな感じですね。まあね、前日の夜にね、取った魚も一緒に送ったんで、他の魚もいるんですけども、上から見ていくと、この車に行ったやつがコクハーラで、この大葉ちゃんってやつ、これはね、南洋ぶどうなんですけど、1キロ300円。これはね、ダメ。安すぎ。で、その下、アーガイ。これはね、ヒブダイっていう黄色いブダイなんですけど、これはね、1キロ600円。まあ、これはね、悪くないね。そしてその下、ベラ。これはね、長ブダイっていうブダイなんですけど、300円、200円、50円。全部同じね、種類なんですけど、なんでこんな値段違うんですかね。そして下、ガラスアミーバイ、これはですね、石垣鯛っていう魚なんですけども、200円、安すぎ。そしてこの一番下クレーってやつがアジアコショウダイ30円ということでね。ということでですね、昼間に取った魚の合計金額がですね7866円でした。でこっから、手数料これ1678円引かれてるんですけど、こっからさらに島の漁協の競りの手数料と送料がね引かれるんで、もっと安くなります。もう1500円ぐらいで引かれる。売り上げに関してはですね 11,827 円なんですけども、僕がもらえる金額はだいたい8000円ぐらいですね。はい、ということですね、今回はね、金額を発表させてもらったんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。今年はね、コロナのせいで観光客がね、沖縄いないんでね、例年だったらね、1.5 倍の値段がついたりするんですけど、今年はこんな感じですね。やっぱりね、船も買わずに、潜りだけでね、稼いでいくってね、なかなかね、厳しいですよね。潜れる日は毎日潜って、ゴリッゴリにやれば、自分一人生きていけるぐらいにはね、稼ぎはするんですけど、家族を養ったりとかね、そういうのはね、ちょっと無理ですね。実際ね、船持ってても、漁師だけでね、家族養ってる人っていうのはいなくて、僕は別に家族養ってないんですけど、僕だったら、漁師と YouTube、二つでね、生きてて、他の人だったら、漁師と農家とか、漁師と居酒屋とか、漁師と大工とか、漁師と普通に会社員とかね、いう感じで稼いでて、やっぱりね、一次産業は、面白いんですけど、なかなかね、そんな甘い世界でもないですよね。はい、ということですね、今回結構長い動画になったんですけども、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、